はい、こんにちは。今回はですね、こちら、セミと海っていうゲームをやっていくんですけども、こちらのゲーム、短編ホラーノベルとなっております。久しぶりにね、ホラーノベルも読みたいなっていうのと、あとですね、このゲームを作った作者さんの、作品が2つ私遊んでおりまして、格の矢っていうのと磁石師っていうゲームがありまして、めちゃくちゃ面白いホラーだったんですよ。なんでぜひ皆さんも遊んだり、動画とか見て楽しんでほしいんですけども、その2つのゲームは、作るっていうのかな、いわゆる探索ホラーゲームだったんですけども、今回ホラーノベルも書いたということで興味が出てきたというか興味あったんで遊んでいこうというわけで、セミと海行きましょう。もう夏は終わっちゃったけど、もう一度ね、夏を楽しもう。夏の最中、私は海の見える土地を旅していた。わ、すげえな。確かに海が見えるな。なんか、どことなく俺の実家こんな感じなんだよな。ちょっと海の方に行くと、歩いて20分ぐらいすると。都会はいつだって世話しない。仕事に疲れた私は気がつくと古書店で日本地図を購入していた。ほとほとと帰宅して、ビールを片手に地図を広げ、目を閉じて、人差し指で髪を押さえる。そして、この土地に来た。寂れた民宿に泊まっている客は、私一人だ。どうなんだろう、俺都会とかに山住んだことがないから、ね、田舎に憧れるとか、行ってみたいとかってよく聞くけど、どうなんだろう。まあ、楽しい。何もないよ。本当何もないから、それだけはね、注意してこないと、何もねえじゃんって。宿の主人の丁寧なもてなしと、美味しい魚。昨晩は少し羽目を外して飲みすぎてしまった。まあ、いい民宿だね。まあ、基本的に民宿、いい人が多いと思うんだよ。多分あんまり、お客さんとか来なかったりすると、久しぶりに来ると、テンション上がるみたいなさ。おじいちゃん、おばあちゃん、孫が久しぶりに来るとテンション上がるみたいな感じでさ、テンション上がるんだと思うんだよな。散歩がてら、波の音を聞こうと思い立ち。やや痛む頭を押さえつつ、民宿を出発した。歩いて1分、2分、3分。誰にも出会わない。私の行動とは正反対に、この辺りの住人は都会に遊びに出ているのかもしれない。どうだろうな。まあ、田舎度合いにもよるけど、例えば、休みの日とかだと、車で、田舎の方からは県庁っていうのかな。その県の一番栄えてる方の部分に行かないと店がないのよ。都会に遊びに行ってるとかじゃなくて、日常の商品を買うにしても、海ってことだから、イメージで言うと、まあ、南の方とするじゃん。で、その南の方の部分、まあ、俺の県で言うと、ある部分を境に、それ以上南に行くと、山と海しかなくなるのよ。店は、あるっちゃあるけど、個人の商店がやってるとか、車で20分、30分出さないといけないとかってなるから、そのイオンとか行きたいってなると、1時間とか、割とマジで車で行ったりとか、するわけよ。で、公共交通機関も、俺の県はね、死んでるから、本当に、車がないと何もできないのよ。で、港町だと、まあ、船で漁に行ったりとかもするし、まあ、何もないから外に出る必要がないのよ。家の中で完結する。から、マジで人に会わんよ。会うのはお散歩してるおじいちゃんとかおばあちゃんぐらいよ、本当に。隣の芝生は青い。そう考えると少し面白かった。そうだね。何もないからね、毎日海見てても、まあ、釣りする人とかだったら結構好きかもしんないね。毎日釣りしたいかもしんないけど。
海を目指して歩いていると小さな店が目に入った。あ、そうそうそう、こういうね、まあ、ここまでボロボロかどうかはわからんけど、こういう店とか商店とかはあったりするんだけど、まあ、その、ね、店の主人の体調とかにもよるからな、開いてたり開いてなかったりするんだよな。ここにあるのは、シャワーシャワーミーンと鳴く蝉の声と、遠くから響く波の音。そして、なぜかたこ焼き屋。たこ焼き屋か、これ。なんでたこ焼き屋なんだろう。おー、まあ、でも、どう、あ、まあ、あったか、俺の、町というか、俺の小学校の通学路にも確かにたこ焼き屋あったな。いつの間にか潰れてたけど。営業しているのか、していないのか。薄汚れた窓の向こうに、かすかに人影が見える。廃墟ではなく、どうやら準備中のようだ。準備中か。今にも崩れそうな屋根の上に。これまた、落ちてきそうな看板が掲げられている。一本、二本、三本。なぜタコの足が六本なのだろう。え、タコの足って、八本か？あれ、イカか？じっと看板を眺めた後、目を正面に戻す。目に飛び込んできたのは、これまた古い自販機だ。あるけど、大概このいう自動販売機は、動いてない。電気が消えてるよ。見たことない飲み物も混ざっている。だってね、ほら、見たことない飲み物があるってことは、業者がここに仕入れてないっていうことだからね。私は、セーブするか一回。OK。じゃあ、まあ、せっかくなんで上から行こう。飲み物を買ってみるか。うん。まあね、もしかしたら、まあいいかも。しないもんな。美味しいかもしんないからな。夏の日差しと二日酔いで頭が痛い。まあでもこういうね、見たことない自動販売機売ってるやつって、その、メーカーとか自動販売機の形とかも、見たことないやつなのよ。なんか、コカウーラーとか、ダイウーとかないのよ。何これみたいな。その、コカ・コーラでも、これ、何世代か前の自動販売機じゃねみたいなのはたまにあるな。熱中症を防ぐためにも、スポーツドリンクを買おう。スポドリね。旅の浮かれ気分で冒険してみることにした。いいね。俺も、旅行行ったら結構冒険したがるんだよな。そういう観光地行くより。見たことない銘柄だが、飲んでみると塩味が効いていて美味しい。塩味が効いてるんだ。もしかしたら熱中症になりかけているのかもしれない。ああ、そういうのはあるかもしれないね。自動販売機を眺めた後、なんとはなしに横江戸支店を滑らせた。いいんか？次に目に飛び込んできたのは白い建物だった。近づいてみると、古い木造の診療所のようだ。これまた営業しているのか、していないのか。薄汚れた窓の向こうに、看護婦さんたちが談笑しているのが見えた。怪しい！こんなクソ田舎にこんなに看護婦さんたちいるのかな？一瞬、立ちくらみのような感覚に陥った気がした。これは、本格的に熱中症かもしれない。なんとなく、吐き気もする。ジュースのせいじゃないの？旅の恥は、かき捨てといえど、こんなところで粗相するわけにはいかない。そうだね。ひとまず、診療所で休ませてもらおう。暗いなぁ。電気がついていないせいだろうか。日も高い時間だというのに、建物の中は思いもかけず薄暗い。ん？入ってきた扉を閉めると、波音のさざめきが大きくなった。看護婦さんたちの笑い声がかすかに聞こえる。いやね、
これはね、ダメよ。絶対にそんなことないもん。看護婦さんがいるわけないもん、田舎の診療所に。一人いたいと思う。一人はいるのかな。暗さが気になるが、外から来た対比でそう感じるのかもしれない。どうにも空調が効きすぎているのか、鳥肌が立ったまま戻らない。すいませんと声をかける。すると奥から看護婦さんが一人やってきた。体調が悪いことを説明し、ひとまずトイレを借りたい旨を告げる。あ、怖いな。笑顔でうなずく気配がした。ありがたい。廊下を歩くときしむ音が響く。だいぶ老朽化が進んでいるようだ。案内されたのは廊下をまっすぐ歩いて左手前。振り向くと入ってきた扉の輪郭に沿ってうっすら日が漏れている。わけもなくほっとした。まあね、暗いところで明かりを見るとなんかちょっとセーフティー感あるもんな。あそこに行けば助かるみたいな。案内されたトイレの前に立つ。手探りで木枠をなぞるとへこみに指がかかった。どうやら引き戸のようだ。自分が立っている場所は異様なほど暗く、看護婦さんの顔も見えない。だが視線を感じる。意を決してトイレの扉に手をかけた。その瞬間、ん？あ、え、猛烈な違和感があった。考える先に体が動いていた。何？なんで笑うの？私は入ってきた扉まで一直線に走った。開いてくれと願いながら扉に手をかけた。看護婦さんたちの笑う声が追いかけてくる。え、追いかけてくんの？開いた。なりふり構わず外に飛び出した。これ何か診療所が診療所じゃないとか出たら、うわ眩しい。夏の太陽が、温度が、音が一気に戻ってきた。帰ってきた。そう思った。たこ焼きっていうのは窓を叩き、タコを焼いているおじさんに声をかける。おじさん、隣の診療所？もうやってないよ。やっぱり、と思った。やってないか。トイレの位置は入り口の扉が見えるほど近い場所だったのに、暗闇の中、セミの声が全く聞こえなかった。異界とか異世界に入ってたって感じか。あれが現実のはずがない。確かめに戻る勇気はなかった。え、戻ろうよね。私はおじさんにお礼を言い、足早にその場を去った。民宿に戻り、宿の主人に体調が悪いことを伝え、布団に潜る。聞こえないはずの波の音が、体の中から聞こえる。え？口の中に、あの塩味が蘇った。え？もしかしてあれ、海とかの、あれ？海だった？あの、塩水だった？海の。私は何を飲んでしまったのだろうか。え？笑い声が、かすかに脳内に響いた。なんだろう、何飲んだんだろう。あのあれかな、海でさ、その人が亡くなって、その中、亡くなった場所の海の水を飲んじゃったとかかな。そんなの売るなよ。じゃあもう一個ね、あの選択肢あったんで、もう一個の方も見に行こう。はい、帰ってきました。じゃあその怪しい飲み物は、買わなかったと。いや、買うのはやめておこう。だいたい、こういう冒険を
こういう冒険は失敗すると相場が決まっている。そうだね。まあ、大抵失敗するよ。ほんと。変なの買って、あれ美味しいなんてことは、まあないからね、基本。美味しかったらみんな知ってるもん。自販機を眺めた後、なんとはなしに横へと視線を滑らせた。次に目に飛び込んできたのは、白い建物だった。ただ今度は入らないとかかな。近づいてみると、古い木造の診療所のようだった。これまた営業しているのか、していないのか。薄汚れた窓の向こうに、あれ？白い影のものに見えた気がした。一瞬立ちくらみのような感覚に陥った気がした。これは本格的に熱中症かもしれない。なんとなく吐き気もする。入るの？休ませてもらおう。でも、飲まない方が、一応なんかこう、ね、危なくないエンドっぽいけどな。ついてない。薄暗い。どう見ても、閉院してる。あ、でも入った瞬間に、波の音が聞こえたけど、今セミの音が聞こえてるから、大丈夫なのか。人がいるようにも見えない。入ってきた扉を閉めた。なんだ？夏の太陽が眩しい。先ほど見た白い影は、やはり幻覚だったようだ。休養に来て倒れては、元も子もない。飲食まで戻るとしよう。こうして、私の短い旅は終わり。都会の喧騒に埋もれる日々が、また始まるのだった。もう何も起こらないと。なんだろうな、この、なんつんだ、その、大きい原因があるとかさ、何かしたとか、まあ、変な水は飲んだんだけど、何かしたとか、じゃなく、こう、さらっと、ホラーを感じるの、いいな。これね、なんか別になんか、この、あのホラーを壊してしまったのか、とかもなくさ、さらっとその土地にまつわるホラーみたいなのにさ、触ってさらっと帰っていくみたいなの、いいな。どうなんだろう。都会の喧騒の方がホラーだったりするのかな、現代日本は。はい、というわけで、セミとミ、無事にクリアなのかな。まあ、そう、読むことができました。いや、面白かったですね。いや、本当に、さらっと触っていけるようなホラーみたいなさ。まあ、そうですね。ぜひ皆さんも田舎に来ることがあれば、うん。楽しんでいけばいいんじゃないかなと。田舎に来たいって都会の人言うもんな。行ってみたいとか。まあ都会のその喧騒っていうの？喧騒？なんかそのすげえガヤガヤしたところから、田舎に行くと心が落ち着くみたいなさ、その、あると思うんだけど、その、調べてきた方がいいかもしんない。だから、俺の住んでる地元の県も、田舎の、もう県自体が田舎。本当に。うん。都会、東京とかと比べると、すげえ田舎。だけど、その県の中でも、栄えてるところと栄えてないところがあって、栄えてるところは別に普通に暮らせるぐらいに栄えてるのよ。なんかのんのん日和とかさ、ああいうような田舎じゃないのよ。で、ああいうような田舎に行きたい場合は、もっと南の方に行く。まあ、俺の県の場合はね、南の方とか、西かな？西の方に行くと、まあ、そういう、山とか海とかが広がっているところに行くんだけど、何もないよ。いや、本当に何もないよ。比喩抜きで何もないじゃなくて、マジで何もないよ。山の方に行くと、マジで店はないし、まだかろうじて海の方だと、店はあるところ、コンビニとかあるところもあるけど、ある境を過ぎると、もうコンビニも何も、ないみたいな。
感じになっちゃうし、公共交通機関ももう死んでいるから、車とかで、レンタカーとかで来ると思うんですけど、うん。その、自分が行きたい田舎のレベルっていうのを調べていっておいた方がいいかもしれない。のんのん日和とか、ああいう田舎を求めて行くと、あれ？意外と栄えてるってなるし、その、田舎すぎるところに行くと何もねえってなるから、本当に1時間とか2時間車で走らせないと店もねえみたいな感じになるから、気をつけましょうみたいな調べて行くと楽しい田舎旅行ができるんじゃないかなと思います。はい、というわけで皆さん、もし私が住んでる県に来ることがあれば連絡していただけると案内するかなしますじゃあしますんで、ぜひ私が住んでる県を頑張って特定して、遊びに来てみてください。私が住んでいる県は、電車がありません。そんじゃあまた次回この続きお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。続きはないね。別の動画でお会いしましょう。そんじゃあね。バイバイ。